嫁、今日で44歳。結婚16年目。子供は、15歳の高校生の息子と、11歳の小学生の息子。嫁が好きなケーキ、シャンパン、花束は予約済み。結婚してから、こんなに緊張している誕生日は、初めてかも。でも、腹をくくって、いつもありがとう、愛してる。と伝えようと思ってる。口の中が緊張でカラカラだけど。帰宅後、夕食の後に伝えました。子供たちが、自室でまったりしてる時を見計らって、まずはお誕生日、おめでとう。いつもいつも、家族のためにありがとうね。そんな君の姿が好きだよ。うちの夫婦は、お互いを、昔から君と呼び合う。愛してる、と。しばし顔は笑ってるけど、声は出さず。そして、突然、リビングのカーテンを開けて、月が綺麗ですね、とぽつり。自分があたふたしてる隙に、キッチンの奥にあるパントリーに駆け込み、声を上げて、わーん。と泣き叫び出したので、子供たちが、2階からすっ飛んできて、どうしたの?って心配顔。これからママのお誕生日パーティーするよ。とごまかしつつセッティング。でも、未だ彼女は泣いてるので、ひたすら待つ。ようやく落ち着いて、ケーキを開封して、ろうそくを立てて点火して、自分と子供たちで、ハッピーバースデーの歌を合唱。彼女は、手を叩きながらニコニコ顔。歌い終わって、おめでとう。と言うと、妻は満面の笑みで、ありがとう。と言い、ろうそくの火を思いっきり吹き消す。普段の子供たちのお誕生日パーティーと同じなのに、妻にそれができてなかったから、申し訳ない気持ちになったけど、裏表のない表情をする妻が、満面の笑みで、ケーキを子供たちと食べてるのを見てほっとしたよ。応援してくれた皆様、ありがとうございました。ちょっと風呂入るのでご報告までに。おはようございます。昨夜のご報告の続きを。就寝までは特に変化なく。ベッドに入ったら、妻が、明日休めない?と聞いてきたので、午後からは大丈夫かな?と返事。詳細は、午前中に、会社から LINE を送るとのこと。あと、何年ぶりかで、行ってきますのキスが、妻の方から復活。ちなみに、昨夜はもげてない。そういう見返りは求めないで、告白しただけだからね。今日の午後は、妻の希望で、プレゼントに、時計が欲しい、とのことでヨドバシで購入。その後は、昔からよく行くスタバでまったり。昨日、泣き叫んだとここに書いたけど、実際は絶叫ではなくて、ほどほどの大きさの泣き声。話を聞くと、会社でペアを組む中国人女性と口論が絶えなくて、ストレスで疲れたとぽつり。二人目出産後に社会復帰したので、置いてきぼりを食わないように必死だったけど。とは本人の話。自分が国内海外問わず、出張が、ほぼ毎週末ある仕事なので。毎年11月末から3月までは休みが多い。不在時も、不安感が多くて気にはしてたけど、突然、あんなことを言われたから、テンパって号泣しちゃったと苦笑いしてた。夕方までに、まだ時間があったので、海が見える公園まで散歩しながら。暑いのに、向こうから、ズボンのポケットに指を入れてきた、昔からの仕草。港を見つつ、妻が、明日以降、また週末はいないんだから、もうちょっと二人きりで。というので、二人きりで行く空間へ。1年ぶりに妻と入ったお風呂で、もうちょっと、新婚当初を思い出してね。と言われたので、いいよ、頑張るわ。と伝えた。差し当たってこんな感じでした。